両頭部作りの提案をしております NPO 法人エコグリーン茨城の大場といいます。よろしくお願いいたします。まずはじめに事業の概要でありますが、これは水戸市栗崎町に位置する里山は40、50年にわたり放置され、荒廃林となり環境悪化の原因となっているおりますが、特に不法投棄の廃棄物は大きな問題となっております。私たちは調査の結果、この里山は生物生態系の回復地として捉え、整備することによって多くの生き物たちが帰ってくることを確信、整備事業に着手することを決定いたしました。大変いい取り組みだと思うんですが、細かなことですが、資材費の中で実生植物と落葉樹を植えられると、はい、いうことなんですが、はい、自然を戻すということについて、はい、例えば水芭蕉は茨城県には自生してないものですよね、はい、 そうです。それからもみじこぶし三種は、はい、どちらかというと乾いたところであり、はい、水辺であれば柳系とか八千代もハンノキ、はい、えのきとか、はい、そういうものを本来なら植えた方がよろしいんではないかなと。本当にその通りなんです。はい、で水芭蕉なんであそこに植えていいのかよというものがありました。はい、でそばに百合ヶ丘団地の人たちは何か大勢来てます。やっぱりその自分で家庭の主婦の方たちですから、人気のあるものがずらっと並んできて、まあこれ決定じゃないです。ただこういう形でやりたいよって言った時の皆さんの意見で、私もどっちからというとそういう方の専門なもんですから、まあやりたくないなというようなこと、それからホタル、カワニナなんかもいっぱいあります。ホタルなんかもやりたいなと思っておりますけれども、それも現時代の兵器だのって皆さんこういろいろと意見がありまして、それはそっちで決めてくれというふうにしております。それ一時の両方であるということですね。そうです。はい、分かりました。外国人を対象とした防災啓発事業の提案をさせていただきます。水戸男女平等参画を考える会のサイレンジです。よろしくお願いいたします。本事業の提案理由を、させていただきます。1、我が家の防災ノートの作成、これは私どもが作りました。2、震災時の外国人の状況把握。3、行政との共同作業、市民団体ならではの外国人用の防災ノートを作成する、外国人の防災対策に取り組みたいということです。行政との共同で市民団体ならではの外国人のための防災ノートを作成して、それをもとに外国人の防災対策に取り組みたいという思いです。大変素晴らしい取り組みだと思うんですけれども、なんて言うんでしょう、できるだけ多くの方にやっぱり関わって一緒に作っていくということは非常に大事だと思いまして、例えばその震災があった時にその外国人が割と多く暮らしている地域の自治会の役員さんですとか、そこで多分いろいろな問題も出たでしょうし、あとはその震災の時に避難所となった学校ですとか、そういう意味では教育委員会さんや PTA の方々もそうでしょうし、また防災という意味では消防ももしかすると関係するかもしれないので、できるだけそういったいろんな方を巻き込んで一緒に作っていけたら大変素晴らしいものかなと思うのと、ごめんなさい、これ意見になっちゃうんですが、もう一つ、割と先行して作られている自治体さんもあると思うんですが、先日伺ったのは確か坂東市さんが先に似たようなものを作られてたりですとか、あとは多分、日系ブラジル人ペルー人が多くいるその、群馬県の太田市ですとか、あとはその浜松市とかそういう外国人集中都市でも、似たような取り組みがあると思うので、ぜひそういった鮮明を参考にいただければいいのかな、いいものができるかなというふうに思いました。できるだけ多くのということは、もちろんこれは大切なことなんですけれども、例えば3000人のうちで、韓国、朝鮮の方は4番目ぐらいに多いのかなと思うんですけれど、一番多いのは中国人、それからフィリピン人、ブラジル人というように続いていると思うんですけれども、今ちょっと大野さんもちょっと言われましたように、こう他のところでも中国とか韓国とか非常に 多くの外国人が在住している場合には対応している例が
あると思うんですよね。で、水戸市でこれを行政と一緒にやるということが実現するというのは素晴らしいんですけれども、ぜひそこに上がってこないような、例えば4カ国を挙げると 80% カバーするんですけど、じゃあネパールの40人はどうなるのとか、タイの30人はどうなるのというようなこと、本当にそういう人たちこそ災害の時にどうしていいかわからない、ネットワークから外れている人なので、ぜひ、まあ、例えばこれから3年間の間に早いうちにそういう人たちへの対応、例えば中国人だったら全国にネットワークがありますので、かばい合うということもあるし、インターネットでもつながってますので、それも大切なことですけど、そこから漏れるような人のことを最初からぜひ考えていただきたいなということを思います。その点につきましては、一緒にですね、数多くのネットワーク活用さしていただいて、意見を上げていく、また水戸市において市の国際交流センターがございますので、私の方でも連携をしてそういった部分についても配慮していきたいと思っております。